18回は面積比の中でも、今回はこの底辺の比を利用した面積比の問題です。さあ例題1、2問問題があるんですけれども、まずこちらが基本ね、基本これは絶対できてほしくて、これを利用してこういったね、ちょっといくつかに分割されたものをスラスラできるようになってほしいと思います。さあ今はこの斜線の面積が ABC の何倍ですかとね、みんな何倍って聞かれるとつい1より大きい2倍とか3倍とかね思っちゃうかもしれないけど、1より小さい時もあるからね、2分の1倍とか10分の1倍とかで、今の場合は ABC の何倍ですかで、まあ、ABC よりも小さい面積だから、まあ1より小さいねくなるよね、大丈夫かな。さあそれで、まあ、底辺比を利用するので、今回このカッコ1はここを底辺と見ますね。で ABC のここが底辺、これとここの斜線の三角形の底辺、つまりこことここを比べればいいんだよね。でまあそのまま式を作ってみると、全体分の部分になるので 1.2 たす 1.6 分の 1.2 を計算すればいいんだけれども、まあ、これ 2.8 分の 1.2 だから、まあ、小数点ねなしにして、まあ、4で約分して7分の3倍ってことになるんだけれども、ただ小数だと面倒くさいのでね、何倍と言われてるときはもうあらかじめこの 1.2 と 1.6 というのを簡単な比に直しちゃってもいい。この場合だとこれ3対4になるんだけれども、そうすると 3+4 ね、それで7分の3とも一気にね答えが出るよね。さあ続いて2番の場合、こういうふうにたくさん区切られているときというのは、大きいものを徐々に徐々に小さくしていきます。でどういうふうに見るかというと、今 ABC の三角形があってここが知りたいんだよね。でまず長い包丁があって、その包丁は1回ずつこんなふうにしか切ることができない。でこの長い包丁でここの斜線を切り取りたいと思った時に、どこにまず最初に包丁を入れるかな。そうすると例えばここに包丁を入れちゃうと、こっちまでズボッと突き抜けちゃうよね。なのでここじゃなくって、いい ABC のこの大きい三角形からこの小さい三角形を上手に切り分けるときに、長い包丁をまず最初に下ろすところはここになるよね。そうするとここでこうやって切れるでしょ。そしたらこっちの三角形もうこれあっちと一緒だよね、というふうに見ていきます。でまずこの大きい ABC でここに包丁を入れます。そうすると今斜線を含んでいる方のこの三角形、まあここね、ここが全体のどれだけになりますかと。で今はまあ、ね、小数じゃなくて2と3って普通に綺麗な数字なので、2たす3分の、ね、3だよね、こっちの黄色い三角形はね、2たす3分の3、つまりこの黄色い三角形は ABC の5分の3なんだよね。で続いて今ここでこんな風に切り離すことができたので、次にこの元々の斜線のところを切り取りたかったら、長い包丁どこに入れるかなと。もうね切り取ってこっちはなくなっちゃってるので、ここにこんな風に包丁を入れたらいいよね。で今欲しいのはこっちなので、ここが底辺の比になるので、これかける、まあ、そのまま書くと 1+1.5 分の今欲しい斜線のところはこの部分なので 1.5。 意味わかるかな。まずこの、ね、2+3分の3っていうのはこことここを見てます。この黄色い三角形をここでこうやって切って、底辺がここね。で続いてこの三角形に注目して、ここで切る、底辺はここなので数字は1と 1.5 を見る。でこれを計算すると、みんなこれ計算できる？大丈夫？5分の3かける2.5分の1.5、2.5分の1.5、これは
まあ、小数点なくして5で割ると5分の3になるよね。ということで計算すると25分の9倍と、ちょっと見にくくなっちゃった。見える？25分の9倍。ということで ABC の25分の9倍にここはなります。さあ例題にも例題1と同じようにこの斜線の部分が ABC の何倍ですかっていう問題なんだよね。ただ例題1と違う部分、何が違うか分かるかな。例題1って底辺比をずっと使っていて、この底辺比っていうのは三角形で高さを共有してる。だから別にここに線を引こうがここに線を引こうが何でもいいんだけど、まあ、この三角形とこの三角形は高さ一緒だよね。ここを底辺としてみると。っていうふうに見てて、つまり一つの頂点を共有してる三角形ね。この三角形もこの三角形もここちょっと一緒でしょ。というのがこの底辺比が使えるんだけど、これはそれがないよね。頂点どこも共有してないので、まあ、A は共有してるけど別にそれでこうやって区切ってるわけじゃないのでね。なのでこれは例題1の考え方ではなくて輪辺比の考え方を使います。で、輪辺比っていうのはねちょっと説明読んでても分かりにくかったかもしれないけど、どっちでもね、ここを底辺でここを高さって見る。別にこっちが底辺でここが高さでもいいけれども、で例えばみんなね普通やっぱり底辺と高さって言われると絶対にこの垂直マークがないとダメだと思うよね。で例えばそうだな、ここが3でここが1で、ここが何だろう、4でここが4みたいな時に、例えばねこの面積とこの面積を比べる時って底辺×高さ割る2、底辺かける高さ割る2で、これは素直に普通に出せるじゃない。で輪辺比っていうのはこれ比なので厳密な大きさを出すものじゃないので、だから例えばこの高さがちょっとどっちでもいいんだけど、ちょっとこんな風に傾いた、でここが3でここが1、ここが4でここが4で、こうなってもこの三角形の比は考え方一緒だよと。でこの時みんなここ底辺と高さって見るでしょ。で厳密には高さとは見られないんだけど、直角じゃないからね。でもまあこれを利用してここが底辺ここが底辺でここが高さだったら、まあここを高さと見ようかと、比なのでね。なのでまあ底辺と高さのこの数字を利用して使えますよって話。しかも比なので面積を比べるとき、三角形って最後に割るにするけれども、どちらも割るにをするんだったら別に割るに約比できちゃうのでね、やらなくていいじゃない。ということで、まあ、底辺と高さをかけるだけで面積の比を求めることができるよっていうすごく便利な方法なんです。で理屈じゃなくってね、実際問題を見た方が早いと思うんだよね。つまり例えばこの斜線の三角形書いとこうか、斜線の ADEの面積をいくつと考えるかといえば、底辺と高さで 4×3 の12ですよと、面積がね。で三角形 ABC はといえばここ5じゃない、ここ10じゃない、で 5×10 で50ですよと。なのでこの斜線は何倍ですかと言われたら50分の12なので、25分の6倍というふうに出せますよと、見ることもできるし、今はこの辺の整数の数字をそのまま使いました、そのまま使いました。でも ABC の何分の何ですかって聞いてるのと同じだよね。そしたらこんなふうにも考えられます。この斜線の部分、ここって全体の何分の何、ここ全体、全体がさっき底辺比でやったよね、全体が5と見られるでしょ、5分の4だよね。ということでここ5分の4、そしてここはといえば全体が10、そのうちの3なのでここは10分の3、なのでまあ斜線の面積は5分の4かける10分の3で
25分の6と求めることもできるんだよね。それから実は例題1のように区切って考えることもできます。人偏比の考え方がね、なんかなかなか思い理解できないなっていう時はもちろん、こんな風に補助線引いちゃうと例題1の問題と一緒になるんだよね。これね、ここで区切ると、はい、区切るとまずこっちの青い三角形に注目したらいいよね。この三角形は全体の10分の3だよね。なので10分の3かける続いてここでこう区切ってるでしょ。でここが底辺なので5分の4をかけて5分の4 25分の6と、これは例題1の底辺比の考え方だよね。見てごらん、これ数字一緒でしょ。10分の3、ここまずここで区切って10分の3って考えることと、輪辺比の考え方を使ってここをまあ底辺か高さと見て10分の3と考える。だからね、最終的にやること一緒なんだよね。なので底辺比は底辺比で例題1の問題をきちっと解けるようになってほしいし、輪辺比は輪辺比できちっとこの考え方をね、理解するとかなりいろんな問題が楽に解けるようになります。ぜひ頑張ってください。さあ例題3も輪辺比を使った問題です。ちょっとね、不思議な形でこれが輪辺比って思うかもしれないけれども、輪辺比というのは底辺とそれからまあ高さ、まあ、厳密には高さじゃないけれども高さに見立てた辺ね、隣同士の辺をつまり共有してれば使えるんだよね。例えば今この斜線の三角形と三角形 ABC はこの辺を共有してます。この同じ辺上で6対7って分かってるから6と7が使えるんだよね。こんな風になんか線が折れ曲がっちゃったりしてたら辺の比使えないからね。で、あとじゃあ高さに準ずるところはどこかと言ったらここなんだよね。この赤の線上であれば1対1っていうことが使えるんだよね。なので、まあ、じゃあ斜線の面積この黄色と赤の辺を使うと 6×1 なので 6×1 で6と、三角形 ABC は 7×2 だよね。7×2 で14と、こんな風にこの斜線と ABC の三角形の面積の大きさを比べることができるのね。でまあ今、ABC が42と言っているので、これはあくまでも比だからね、6と14で。だから実際の大きさは60と140かもしれないし、12と28かもしれないし、わからないんだけど、まあ、実際の大きさは42と今言ってるんだよね。なので、まあ、比なので、まあ、14丸、比は丸つければね、1丸解法が使えたので、これが42なので、1丸が3。今、ここが14ならば、こっちは6なので、6丸が18と、これで面積が出るんだよね。もちろん、6と14を簡単な比にして、3対7になるよね。だから、3対7が、おにゃらら対42と。こんな比例式を使って解いても、まあ、18になります。じゃあこれはどこで輪辺比使うのとなった時に、これ実はこの四角形って対角線が実は4つの三角形すべてで共通してるよね。なので黄色を底辺、赤を高さのように見ると同じように使える。例えば斜線の場合だと黄色を底辺と見立てれば 2×1 で2ですよと。それから今 ABC と言ってるので ABC、 まあじゃあ赤を底辺って考えたら分かりやすいかな。例えば斜線の部分でも、じゃあここが底辺でここ高さとしようか。そしたら ABC もここ底辺で2じゃない、でここ高さで3じゃない。だからもう ABC 自体が 2×3 で6というふうにね、見ることができます。なので6が42だから1が7で、今はこの2の部分が知りたいから14ですよと。意味わかるかな。ちなみにね、1個ずつ見ていくと、これ 2×1、まあ、1×2 でも何でもいいんだけど2だし、ここは1と3をかけてこれは3、ここも1と3をかけてここは3、
ここは2と1をかけて2というふうにね、全部の4つの三角形の大きさも比べることができます。ぜひね、輪辺比慣れてください。さあ、この応用問題はいろいろなね、塾とか模試で一度はね、目にすることがあるんじゃないかなと思います。とても大切な問題、そして輪辺比の知識がきちっと分かっているかを測るかどうかが分かれる問題。さあ、今は ABC が120で、この時の斜線の面積が知りたいと。で、まあ、ずっとね、みんな前半の方で求積やってきているので、まあ、面積求めるには3種類方法があって、周りから引くか、分割するか、透析変形かと。で、今この問題の場合は、まあ、全体からこのいらない3つの三角形を引くっていう形かな。で、この時に輪辺比を使っていくんだけれども、輪辺比ね、これ例えばこの三角形の面積どうやるかな。 1×1 にする。そしたら、じゃあ例えば、いいよこれ 1×1 ってことにしようか。どこに書くかな。 1×1、そうすると、ここの面積、これも 1×1、で、こちらは同じようにすると 2×3、で、まあ面積の比が1と1対1対6になるっていうふうに見るのかな。で、全体からこの1と1と6を引く。じゃあABC の全体の面積っていくつ？そしたら全体の面積からこれ引かないとダメじゃない。 ABC の全体の面積いくつになる？ 2×3 する？ 2×3 で 6？ 違う？こっち見る？こことここ見る？そうすると 3×4？ 3×4 で 12？ 同じ ABC なのに数字が違うと困らない？例えば同じようにこことここを使うと2と4なので 2×4 で 8？ ABC の三角形の面積が3種類も出てくると都合悪いよね。どうする？そう、ここがこの輪辺比がちゃんと分かってるかどうかでいいかな。輪辺比っていうのはまず共有している辺で見なきゃいけなかったよね。だから例えば、この 2×3 の場合、ABC、ここか。この三角形、この辺とこの辺と共有してるのは赤い三角形ね。この ABC と赤い三角形を比べるんだったら、この辺とこの辺で見ればいいので、ABC が2と3をかけたもの。で、ここは1と1をかけたものっていうふうに見ることができるんだけど、今、この青の三角形はこことここの辺だし、黄色の三角形はこことここの辺なんだよね。だから三角形によってこの ABC3 つの辺の使う組み合わせが違うんだよね。だからこういう時はこんな風には実は考えられない。難しいね。さあ、こんな時に輪辺比ね、さっき例題で見せたんだけれども、実は2つやり方があったよね。例えば、ここが何だろう、3で、ここが1、ここが2で、ここが4とかにしようか。の時に、この斜線と大きい三角形、比べる時に、例えば斜線の部分が 3×2 で6と。で、大きい三角形が 4×6 で24だから、斜線は全体の24分の6で4分の1というふうにやってもよかったし、もう一つやり方あったよね。もう一つ、それはこの全体の辺のどれだけに当たるか、つまりここは4分の3だよね。4分の3、そしてここはこの全体の6分の2だよね。そうすると実はここの比が
どんな数字であろうと30と10だろうが3と1だろうが全体を1として見るので毎回数が数字によってバラバラになることがないんだよね。まあこれこのまま計算しても4分の 3×6 分の2を計算すればちゃんと4分の1になるので答え一緒なので、こういう3辺を三角形を3方向から見るときというのはこのままの整数を使うんじゃなくって一つの辺を1とします。そのうちの何分の何かなっていうふうに見ていけば間違いがない。だって例えば、まあ、だからこれ 1×1 とかダメね。 1×1、2×3、1×1 はダメです。つまり全部の辺を1、1、1って見ちゃうと、そうするとまず三角形 ABC の面積はどの辺をかけても 1×1 で面積は1になるよ ね。じゃあ次この黄色の三角形はどんな風に出せるかっていうと2分の 1×4 分の1になるよね。ここが2分の1でここが4分の1になるよね。だから黄色の三角形は2分の 1×4 分の1で8分の1になる。じゃあ赤の三角形はここは2分の1だよね。2分の1でこちらは1対2なので3分の1だよね。なのでここは3分の1。赤の三角形は2分の 1×3 分の1で6分の1です。じゃあ青の三角形、ここは3分の2だよね。3分の2 でここが1対3だから4分の3だよね。4分の3。なので青の三角形は3分の 2×4 分の3で2分の1と、つまり ABC 三角形 ABC の面積を1と考えたときにそれぞれの大きさは8分の1、6分の1、2分の1になりますよと。これが輪辺比ね、そのままの整数の使い方だけしかマスターしてないとちょっとこういう問題が解けなくなるんだよね。ここがね少し難しいんですが、さあ今斜線が、全体が ABC が1なのでこれからこのいらない3つを引いたらいいんだよね。8分の1足す6分の1足す2分の1、これいくつになるのかな。8、6、2、最小公倍数いくつですか。24ね。24分の安全でいけるかな。24分の3足す4足す12だよね、はい、3足す4足す12は19ね。19なので24分の5、つまりこの斜線の部分が24分の5と分かります。なので、まあ、今 ABC ねもうこれが120って分かっているので24分の5はいくつですかといえば120に24分の5をかければいいので25と出すことができるんだよね。なので輪辺比というのは整数をそのままで使っていい時と使ってはダメな時、つまり辺全体の何分の何というふうに見ていくということと2通りあるということ、そしてね使い分けなきゃいけないということを理解しておいてください。